こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではシャツの腕まくりの方法についてお話をしてみたいと思います。シャツにもいろんな種類がありますよね。白いシャツですとか、ギンガムチェックのシャツですとか、僕が今着てるようなデニムのシャツですとか、いろんなバリエーションがあります。中でもこういったデニムのシャツというのはちょっと男らしいアイテムなので、小綺麗に着るよりは少しラフに着てあげた方がバランスがいいのかなと思います。今僕はですね、第一ボタンも閉めてますし、腕のボタンも閉めて割ときっちりめに着ていますが、こうではなくて少しカジュアル感を出した方がこのシャツの良さというのがもうちょっと引き立つのかなと思っています。そこで腕まくりというものを取り入れていただきたいんですね。この腕まくりにもいくつかコツがありますので、ポイントをお伝えしたいと思います。まあ、早速やりながら見ていきたいと思います。このボタンを取りますね。そしてボタンを外したら、ここにもボタンがあるんですよ。実はこのボタンは外さずにこのままつけっぱなしにしておいてください。でまくってみますね。まずポイントは、袖を大きく1回まくります。ちょっと分量としては大きめですね。これぐらいまくります。そしてまくった上からもう1回ちょっとちっちゃめにまくるんですね。はい、以上で終了です。大きくまくって、その上に軽く小さく1回まくる。こうすると綺麗に腕まくりができます。もう1回やってみましょうか。こちらの手でボタンを外します。ここのボタンはつけっぱなしにしてください。大きく1回まくります。見えますかね。これぐらいまくります。そしてもう1回その上からまくってあげると、こんな感じですね。ちょっとここの、袖の直角の部分が跳ねるような感じで見えると、アクセントとしてはいいかなと思います。まあ、腕も、まあ、この関節の手前、まあ、10センチ弱ぐらいの位置に、袖が来るといいかなと思います。七分袖ぐらいになるような感じですね。ちょっと遠目から見てみましょう。こんな感じのバランスです。はい、で第一ボタンも開けちゃいましょうか。ちょっと第二ボタンまで開けると、やりすぎかな、ちょっとこうセクシーになりすぎてしまって、かえって女性が引いてしまうことが多いので、まあ、第一ボタンを開けるぐらいでちょうどバランスがいいのかなと思います。まあ、こんな感じで少し着崩してあげると、デニムシャツを大人っぽく見せながら少しカジュアル感を強く出すことができるのかなと思います。で腕を見せることでラフな感じが、漂うのと、あと一つはこういった時計ですとか、バングルのようなアクセサリーを見せることができるんですね。これを見せることで少しこう、カジュアルダウンができますし、おしゃれ感というのが漂いやすくなるので、ぜひ大人の男性、シャツは腕まくりをするということも頭の片隅に置いといていただければなと思います。まあ、デニムシャツだけではなくて白いボタンダウンシャツなんかもやってみてもいいかなと思います。簡単ですのでぜひ試してみてください。以上、スタイリストの大山俊でした。